ユナイテッドスポーツカー選手権は、米国の国際モータースポーツ協会によって運営され、アメリカ合衆国とカナダにおいて行われるスポーツカーレースのシリーズである。日本語では、統一スポーツカー選手権の意味となる。公式名称は、ウェザーテックスポーツカー選手権。アメリカンドマンシリーズとロレックススポーツカーシリーズの2つのシリーズが統合され、 2014年より開催されている。大手スポンサーであるスイスの腕時計メーカーのロレックスが自社のブランド名のチュードルをシリーズのタイトル名につける5年間のネーミングライツ契約に署名したことによって2014年と2015年はチュードルユナイテッドスポーツカーチャンピオンシップのシリーズ名が用いられた。その後自動車アクセサリーメーカーのウェザーテックが自社ブランド名を シリーズ名に関するタイトルスポンサーシップを引き継ぎ、2016年よりシリーズ名が改められて現在に至っている。2012年9月5日、グランダムロードレーシングがブラセルトンを本拠地とするイムッサと統合し、両団体がそれぞれ運営してきた主なスポーツカーレースのシリーズであるロレックススポーツカーシリーズとアメリカンルマンシリーズも、 統合されて2014年にスタートする予定であることが発表された。2012年11月20日には統合委員会として SME ブランディングが選ばれ SME が新しいシリーズの名称とロゴとスローガンを構想することが発表された。2014年ワトキンズグレン6時間耐久レース2013年1月8日統合後の新しいシリーズでの事前準備用の クラス区分が発表された。グランダムロードレーシングのデートナプロトタイプとイムスサの P2 プロトタイプスが統合されて単一のクラスとされユニークなデザインのレースカーであるデルタウィングもこの新しいクラスで出走可能とした。アムズから継続するルマンプロトタイプチャレンジクラスもグランダムと提携するコンチネンタルにタイヤを履き替えることを条件に認められた。アムズの GT クラスは変更なく残ることができたが、グランダムの GT クラスは変更を余儀なくされ、アムズの GTC カテゴリーに組み入れられることとなった。アムズの PE1 カテゴリーは消滅することになった。セブリング12時間レースの2日前の2013年3月14日、セブリングインターナショナルレースウェイにあるシャトーエランホテルとカンファレンスセンターで新しいシリーズでの開催スケジュールが 明らかにされた。グランダーム CEO のエド・ベネットが、新しいシリーズの5つのクラスの名称を明らかに、すると、アムズの CEO のスコット・アサートンが、イムスサが、認可団体として残る旨を発表した。SME ブランディングのシニアパートナーのエド・オハラが、フロリダカート選手権のレーサーのルイス・サッターリーによる、コンペを通して提示された、ユナイテッド・スポーツ・カー・レーシングという新シリーズ名と、 ロゴを発表した。2013年8月9日、FOX Sports 1は2014年から2018年までのすべてのシーズンのユナイテッドスポーツカー選手権の放映権についてのイムスサとの契約に署名したことを発表した。その後の2013年9月12日、ロレックスのチュードルブランドがシリーズの名称についてネーミングライツ契約を結び、 ユナイテッドスポーツカー選手権と名付けられたシリーズ名称に冠スポンサー名を付けることを発表した。もともとはグランダムが運営していたカナダのシリーズでイムッサコンチネンタルタイヤスポーツカーチャレンジカップはツーリングカーをベースとする生産者のレースである。シリーズは大きな容積を持つことを意図したグランドスポーツクラスと前輪駆動を含む小さなセダンやクーペからなる ストリートチューナークラスという二つのクラスに分けられる。2013年から本カップはロレックススポーツカーシリーズをサポートしているが、また自らのレース開催日も宣伝している。このシリーズは古いトランザムシリーズのレースに幾分似ている。ユナイテッドスポーツカー選手権は三つのスポーツプロトタイプカテゴリーと二つのグランドツアラーカテゴリーを特色とする五つの異なるクラスからなる。 タイヤは全クラスミシュランのワンメイク。いくつかのレースは限定したクラスでしか出走できないケースがある。例として、ロングビーチグランプリは、デートナプロトタイプインターナショナルクラスと、GT ルマンクラスしかエントリーできない予定だが、ロレックスデートナ24時間レースは、どのクラスでもエントリーできる。ありがとうございます。